吸い込まれるけど綺麗に仕上がるわな。下地の状態が悪いんだよな。だいぶ剥げ目が見えてますね。相当塗ってないんですねこれ。いや暑い暑い。こっちの大屋根もあります。ここもダメゴミしてみる。綺麗に仕上がりますね。ピカピカじゃないですか結構。ダメゴミ一面終わりました。ダメ込み終わり。こっちとこっち濃いですねかなり。下屋根は複雑だな。谷がある。詰まりそうですね。安西さん残されますなに。こんにちは。こっちがお客さんが用意してくれたナスコン。これ朝日ペンで、こっちが関西ペイントのナスコン。こうやって見るとだいぶ色違いですね。関西ペイントの方は濃いけど、朝日ペンの方はブルーン近いのかな。これが関西ペイントのナスコで、あっちの奥が朝日ペンのナスコ。色全然違うな。これだけ違うのかナスコでも。綺麗にいってますね。これが教会。めっちゃモコモコした雲が出てきてますね。360度モコモコした雲。ほらダーッとこねっきゃいいけど、ちょっと昼飯食ってきたんですけど、なんかあまりの暑さにすごいストレスを感じて、ちょっと寿司買ってきちゃいましたね。焼け食い状態ですね。今の気温は今33度ぐらいですね。屋根の上はすごい暑い。全身汗だくです。お昼に自宅で着替えてきたんですけど、30分作業しただけでもうびっちょびちょになっちゃいました。暑い。ズボンから服がもうびっちょびちょです。もう絞り取れますね。今3時なんですけど、だいぶ曇ってきましたね。3時から雨マーク出てるけど、なんとか終わりました。あと片付けで次の現場です。3時からだけど。よし終わりました。完了です。仕事終わった頃にだいぶ涼しくなってきました。今3時20分。あと今から時間空いたので紙くずを捨てに行ってきます。